リンク先あるので、気軽に何でもいいのでコメントくれたら嬉しいです。はい、ぜひともお待ちしてます。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。あなたがくだらないと思っている今日は、昨日死んでいったものが何としてでも生きたかった明日なんだ。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか聞いたことあるような気もしなくはないけどな、それ。ああ、ある。これね、韓国のね、小説家で有名な人で、うん、チョ・チャンインっていう人なんだよね。あー、まあ聞いたことはないね。なんかさ、こうぐさっとくる言葉だよね。まあ言われてみりゃそうなんだけど、あんまりさ、それを言語化しないじゃん。うんうん。ね、だからこういうさ、言語化できるセンスがある人ってのは俺はすごいなって思うよ。いや、確かに。いや、だって当たり前のこと言ってんじゃん。そんなみんな死にたくないんだからさ、死んだ人からしたらさ、今生きてるあんたたちは羨ましいよっていう話じゃん、要は。あ、まあ確かにね。そう。でもさ、それをさ、そういう表現で言えるっていうのがもう俺は天才だなと思う。ああ、でもこれはなんだろう、大人の近代史やっててさ、多くの人が亡くなってる時代、まあ戦争が多かったからさ、うん。それを感じたなと思って。まあ確かに扱ってるテーマがね、そういうところにこう密接に関係してくるようなところが多いからね。うん。まあということで、今日は長丸がどんな明日を見せてくれるのか楽しみです。ああ、今日は未来がないな。あ、そう。うん、今日はテーマは創価学会と政教分離についてやりたいと思います。おお、なんかすごいの来たな。はいはい。で、政教分離については、まあ、後半の方に喋るんで、ちょっと前半は創価学会ってそもそもっていうところをちょっとこう話す。まあ、多分そこが結構長くなっちゃうんだけど。はいはい。大丈夫かこれ。大丈夫だよ。これ先に言っちゃっていいのか分かんないけど、創価学会に対しては俺は必ずしもさ、プラスのイメージはなかったわけよ。うん。でもさ、いざ調べてみたりしたらさ、意外とプラスのイメージが強いのよね。ああ、そうなんだ。そう。この話を聞いてくれれば、ちょっとこう考え方が変わる方もいるかもしれないし、これまで通り嫌悪感は拭えないっていう方もいると思うし、ただ俺はどちらかというと前者寄りにはなったかなっていう気はする。はいはい。あ、ちなみに入る気はないけどね、もちろん。うん。当然ながら。いや、それは誰も求めてないわ、そこ。あ、そう。まあいいや。で、じゃあちょっと早速内容の方入るけど。うん。創価学会って日蓮を信仰する、いわゆる法華経っていうさ、経典があるんだけど、法華経系の信仰宗教団体なんだよね。ああ、だから仏教ってことか。そうそうそう。仏教にもこういろいろあってさ、鎌倉時代ぐらいにさ、いっぱいこう仏教の分派がこうできたわけよ。浄土宗、浄土真宗とかさ、そんな感じでさ、いっぱいできたけど、その中に日蓮が開祖の日蓮宗っていうのがあって、うん。まあ要はその流れを組むのが創価学会なんだよね。はいはい。で、会員が、創価学会のホームページに書いてあるんだけど、827万世帯いるんだって。世帯なんだ。そう。やばくない？ 827 万世帯って書いてあるんだよ。ああ、そうなんだ。そう。ちなみになんだけど、日本の世帯数の平均、これ調べたんだけど、だいたい 2.5 人ぐらいなんだって。うんうん。2.49 とかなんかな、確か。で、2.5 人じゃん。827万世帯ってことは、かける 2.5 すれば、総数が、まあ、ざっくりだけど出るじゃん。うん。これね、だいたい2000万ぐらいになるのよ。ああ、そうなんだ。いやいやいやって思わない、ちょっと。
その実際にどれほど毎回通ってるかっていう人じゃない人も入ってそうだけどね。これはね、さすがに水増しされてるんだろうなっていうのはあって。うん。まあ、いろいろ理由はあると思うけど、一番代表的なのが、投函カードって呼ばれるもの。うんうん。投函カードっていうのは簡単に言うと会員証みたいなもののイメージでいいと思うんだけど。はいはい。創価学会の本部に、会員はその投函カードっていうのに自分の情報を記載して、まあ保存してあるんだよね。要は名簿だよ、名簿。うんうん。これって会員になるともちろん記載されるわけじゃん。はいはい。だから、小賀太郎がさ、会員になったら、小賀太郎を、住所どこ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 、とかって感じでこうやって情報が記載されるわけよ。うんうん。で、小賀太郎がさ、いやもうちょっと創価学会ついていけないわってなってさ、脱退しますって言うじゃん。うん。そうすると、その投函カードって、破棄されるわけじゃないんだよね。ああ、そうなんだ。そう。はい、脱退済みみたいな感じに。まあ、こう、ハンコが押されるようなイメージ。この人は今、脱退済みですよ、みたいな。で、保存されるの。はいはい。だから、まあ、この数も入れてるでしょっていう、そもそも。ああ、そういうことか。じゃないのかっていう。まあ、これは、ごめんなさい、推測なんですけど。ね、そこまで書いてないもんね、多分。そうそう。あと、なんでそういう風にしてるかっていうと、創価学会側が、これ結構ね、再入会する人も多いみたいなんだよね。ああ、はいはい。そうそう、だから、小賀太郎がさ、ちょっと、なんか俺、すげえ叩かれるわ、ちょっとやだわ、なんか友達みんないなくなっちゃったから、脱退して、ちょっと友達とまた仲良くしようとかって言ってさ、脱退したけど、やっぱりさ、こう、ちょっと辛いこととかって、ああ、宗教に頼りたいなってなって、やっぱりまたこう入るっていうパターン結構あるらしいのよ。うんうん。で、その時にさ、一からさ、情報をまた拾い直すのって結構手間だから。うん。で、ただ、小賀太郎が、もう情報が元々あったら、この人はこういう経緯ね、みたいな感じですぐ、はい、じゃあ、入会ですって、またできるわけよ。うんうん。だから、まあ一応そんな感じを取ってるんじゃないか、とは言われてて。はいはい。で、まあだからそういうのちょっと一切除外して、その世帯827万とかそういうのもちょっと情報一切除外して、だいたいどれくらいいるのかなっていうのを推測してみたんだけど、うん。公明党の得票数がこれ参考になるかなと思って。はいはい。公明党の得票数って、だいたいどの選挙でも600万とか700万ぐらいの間ぐらいなんだよ。だいたいそれぐらい。うんうん。ってことはさ、600万から700万ぐらいの人は票を入れてるってことは、イコールそれが学会信者の有権者の数に近くなるじゃん。まあそうだね。まあ熱心な人なのかな。うん、いや、学会は全員まず公明党に入れるから。で、プラス、あ、これ決めつけじゃない。これは本当なの。これ全員入れるから。で、プラス、いわゆる F 票、フレンド票っていうのがあるじゃん。はいはい。あれだよ。公明党に清き一票って。うんうん。あれが、例えばさ、小賀太郎がさ、友達全員にさ、電話かけてさ、公明党に入れてくださいってこうお願いするじゃん。まあ、例えば友達が100人いたら、100人に電話かけたとしたら、まあ、2人か3人ぐらいは入れてくれんのよ。はいはい。ってことはさ、一人で、まあ、二人三人ぐらいに、プラスで入れてくれるってことはさ、まあ、2倍から3倍ぐらいなんじゃないかっていうのが推論？推論、うん。うん。で、一応未成年がいるじゃん、あとは。創価学会の信者にも。有権者じゃない。はい。だからそこもさっぴくと、まあ、ざっくり、その、得票数の半分ぐらいはいるんじゃないかっていうところで、だから300万。かなっていう。だから実際の人数ぐらい、人数としたら。はいはい。何その、人数を推測してたんだ。あ、そうそうそう。これ頑張ったよ、結構。で、300万って言うと多いか少ないかはちょっともう人によってなんだけど、これ人口比で言うとだいたい 2.5% ぐらいになるのよ。はいはい。え、だからさ、100人いたら2人か3人ぐらいってことでしょ？うん。だからさ、なんとなく感覚に合わない、この人数って。ああ。周りを考えたときに、自分の周りを考えたときに、まあ、私、創価学会ですって、こう、アピってくる人もそんなにいないけどさ。そうだね。そう。感覚値としては俺、それぐらいが妥当かなと思ってんだよね。まあ、3% とか、そんぐらいなんじゃないのかなっていう。う
うん、そう。だからまあ、そんな大外れじゃないかなってちょっと思ってますと。はいはい。そう。で、まあ、ここで言いたかったのは、要は、それぐらいは少なくとも日本で信仰されている結構規模の大きい宗教なんですよっていうところね。はいはい。で、次、教義の部分に入りたいんだけど、うん。実際どういう教義があるかとかさ、そういうのって知らない人多いじゃん。うん。で、教義は結構単純で、とりあえず、南無法蓮華経を唱えれば救われますよっていうのがもうすっごい超ざっくりしたいところね。はいはい。だからさ、キリスト教だったらさ、こう、イエスキリストに対してこう祈りをとかさ、そういうようなイメージで、南無法蓮華経って法華経に書かれている文章なんだけど、まあ、要はそれをちゃんと唱えていれば救われますよっていう。法華経に書いてあることをしっかりと守りましょうっていうのが、まあ、すごい大きな意味での教義になるんだよね。うんうん。で、これは宿命転換っていう言葉があって、信仰によって状況っていうのは好転していくもんなんですよっていう考え方があるんだよね、創価学会には。はいはい。だからさ、創価学会の人となんか会話したことない？俺はね、なんか周りに何人かいたから、あるよ。でさ、その人ってさ、なんか、祈ったらなんか良くなるよみたいなことを多分言ってきたりするんだよ。いやー、でも別にそんなに話さないよ、そんなことは。まあ、そういう人たちなんだよ、要は。祈ったら、良くなりますっていうタイプの人たちなんだよ。ああ、そうなんだ。そうそう。これ高校の時にさ、俺が直接知ってる人じゃないけど、野球部の人で、なんか野球部が試合勝ったんだって。うん、うん。その人は創価学会の人だったから、創価学会の人がなんかこう言ったらしいのよ。俺が祈ってたから勝ったんだよ、みたいな。ああ、そうなんだ。うん、でもね、その言葉がもうすごいよくわかるというか、もうそういう考え方なんだよ、基本的には。はいはい。だから、とにかく、状況が良くなることっていうのは、この信仰に対して、信仰をしっかりとしているから、状況っていうのは良くなるんですよ、みたいな、そんな考え方。はいはい。なんだよね。で、あと、これは学会の中の話になるけど、苦毒を積むと、とにかく、学会内での地位が上がるんだよね。はいはい。まあ、苦毒っていうのはね、もう、これもいろいろあるけど、すっごいわかりやすいもので言うとお金。うん。お布施ね。はいはい。だから、お布施をいっぱい出してる人は、必然的に地位もどんどん上がっていくのよ。うん。まあ、それだけ要は、創価学会の運動に寄与してるっていうことで、地位がすごい高くなるわけね。はいはい。だから、現会長の池田大作いるじゃん。うん、すごいお金を入れてんのよ、創価学会に。はいはい。実際池田大作っていろんな書物書いてるし、めちゃめちゃこう、納税のこうランキングに出てくるぐらい、めちゃめちゃ納税もしてる人なんだよ。ってことはさ、それだけお金もそう、もらってるってことじゃん。うんうん。だけど、そのお金はほとんど学会にこう消えてってるっていうような話で。へえ。そう。だから、実際なんか、これイメージの話よ。めっちゃさ、こう宗教のトップだからさ、こう裏でめっちゃ豪遊してんじゃないかとかって多分思う人いると思うんだけど、統一教会のイメージがあるからみんな。はいはい。創価学会は多分そういうことはないんだよね。上にいる人の方がむしろそれだけ苦毒を積んでるから、貧しいとは言わないけど、そんなにめちゃめちゃ派手な生活してるっていうこともないんだよね。はいはい。だからそれがなんだろう。その創価学会の中の価値観って言えばいいのかな。うん。だからさ、合流して、なんかこうね、ウハウハみたいな感じの生活をしてる人は、なんか尊敬されないのよ。はいはい。だから、なんか俺そこはちょっと誤解してたところもあるんだけど。うん。こう組織としてはね、ああ、健全だなってすごく。はいはい。思うよね。で、だから要はさ、上が儲けて下がすごい貧乏してるような組織じゃないんだよ。はい。貧乏してる人っていうのはそれだけ、学会内での地位っていうのはそれなりにこう高くなってくようなイメージはあるね。うんうん。で、あと、やっぱ創価学会といったらさ、これは誰しもが経験はあるかもしれないけれども、とにかく勧誘がうざい。
このイメージあると思うんだけど、これも疎開学会の用語で、釈服っていう言葉があるんだけど、うん、まあとにかく勧誘をしましょうみたいな、そんな感じのイメージ。まあ勧誘というか、選挙の時すごいよね。ああ、そうだね。まあそれも一緒。うん。これは、一応考え方を説明すると、多宗教は基本的には認めていないっていうスタンスなのよ。法罰論って言うんだけど。はいはい。例えばさ、創価学会の人ってさ、神社の鳥居がくぐれませんとかさ、おみこし担げませんとかさ、なんかそんな話聞いたことない？あー、ないかも。まあ、そうなんだって。熱心な人ほどそういうのには絶対手を出さないっていうか、やらないんだけど。うん。とにかく、多宗教は一切認めないっていう。スタンス。まあ、これは、正確に言うと、創価学会っていうよりは、創価学会の元になってる日蓮召集なんだけど。はいはい。で、学会員からすると、要はその釈服をすることによって、正しい方向に導いてあげてますよ、みたいなさ、そんな感じなんだよね。うんうん。他宗教の考えっていうのは間違っていて、で、自分たちの宗教っていうのが正しい考え方だから、その正しい考え方をみんなに広めてあげる、私は素晴らしい人ですみたいな、そんな感じ？イメージとしては。まあそうだね。なんか自分も何回か勧誘というか、やっぱりそれがいいと思って、本当になんか進めてきてるって感じだね。そう。このさ、なんだろう、釈服のところをこう調べてて思ったのがさ、ウェザーリポートがさ、プッチ神父にさ、お前は自分が悪だと気づいていない最もどす黒い悪だっていうセリフあるじゃん。何の話？だから、ジョジョ。そった、今わかんない。俺今、ウェザーって天気予報のこと言ってんのかなと思う。じゃあ、ウェザーリポートっていう、プッチ神父の弟がいるのよ。誰もわかんないだろ、今。で、プッチ神父とウェザーリポートが戦うんだけど、その時に、プッチ神父じゃん、神父じゃん、だから。はいはい。で、私は正しいんだぐらいな感じのスタンスの人なのよ、簡単に言うけど。うん。で、それに対してウェザーリポートが、お前は自分が悪だと気づいていない、最もどす黒い悪だって言うんだよ。これ超名言だよね。ちょっと待って。要はさ、正義っていうのは自分が正義だって言えるわけがないじゃん。だってそこの正義の尺度は違うわけだからさ。うんうん。だから自分が正しいって信じている、信じ込んでいる人っていうのが最も悪なんだよっていうね。はいはい。この言葉がもう一番合うなってちょっと思っちゃったんだけど、この釈服調べてる時に。ああ、そうなんだ。うん。まあ、やんわり言うと、いや、おせっかいだよって話なんだよね。簡単に言っちゃうと。はいはい、人によってはね。そうそう。いいよいいよって。それ、自分らだけでやっててくださいっていう感じで、だからやっぱりちょっとこう、世間の目は冷たいよね、創価学会に対しては。ああ、そうだね。うん。なんか逆に俺思うんだけど、あれ、選挙の時とか、うん。なんかああって、ガンガンこう、勧誘とかしない方がイメージ良くなるんじゃないかなと、なんかちょっと思ってたりして。実際そうだよね。ほら、やってる側からするとさ、いいことだと思ってやってるからさ、決して、あいつをこう、創価学会に入れて、めっちゃ金、なんか、根こそぎ奪ってやろうとか、そういう悪い考えでやってるわけじゃないのよ。うん、うん。創価学会っていうもう素晴らしい教えがあって、このね、教えを広めるために勧誘するんですとかさ、公明党を応援することで、私は創価学会にすごい貢献できるんですみたいなさ、なんか自分の中のこう自己満で全部やってるんだけどさ、平たく言っちゃうと。はいはい。だから、まあね、そこに関してはでも最近やっぱり見直されてんのかな、なんかあんまりさ、聞かなくない？最近はそういうトラブル。そうだね。そんなに最近は、まあ、俺さ、うん、なんか周りに何人かいたのよ。割と仲いいというか、知り合いというか、こういろんなこう趣味やってたから、こうその趣味で熱中してる中に必ずなんか一人とか二人はなんかいたんだよね。うん、その流れでこう、まあ、話したりもするし、まあ選挙になると必ず電話が来るみたいな。うん、そんなのがあったけど。選挙になると必ず電話が来るっていうのはちょっとあれだけどね。
そうそう。でもね、これは俺の経験談でもあるけどさ、やっぱり学会の人って知り合いに何人かこう いたりする時期もあるじゃん。こう、職場変えたりとかさ、するとさ、やっぱり一人や二人いるからさ。うん。で、まず学会だってわからないパターンも多いけど、わかった時に、第一印象に思うのが、大体いい人なんだよね。ああ、いい人、いい人。そうそう。やっぱりね、なんか全然、変な話さ、なんて言うんだろうな、小悪党みたいなところは一切ないじゃん。そうだね。そう。だから人の見てないところでさ、平気でゴミ捨てるとかそういうことは絶対しないじゃん。多分そういう人って。それは、わかんないけど、そこ。いや、わかんないけど、なんかそういうタイプじゃないよねって話ね。うん。そう。なんかね、そう、やっぱ人はいい人なんだろうなっていうのはすごい思う。うん、うん。まあ、全然これ勝手な個人的主観だから実際は超悪い人たちかもしんないけどさ、それはわかんないけど。はいはい。っていう、まあちょっと、ごめん、だいぶ話が逸れてきちゃったけど。うん。で、あとそうだ、ここでもう一個言っときたいのが、資金源の話ね、お金。はい。創価学会の資金源って、基本的にね、政教新聞なんだよ、の売り上げ。ああ、はいはい。で、政教新聞ってちなみにどれぐらい売れてると思う？これ、だから、学会の人数分よりは売れてそうだよね。まあ、ほら、世帯で取るじゃん、新聞って。あ、世帯か。そっかそっか。世帯、うん、だからさっき言った世帯数ぐらい。うん、まあ、でもそんなにじゃないんだよ。これ、550万部なんだって。でもすごいね。発行数が。で、この中にはもちろんほら、信者がさ、取って、自分でこう、ただでいいから、毎日読んでよって言ってさ、渡してるケースも多いのよ、結構。うん。そう。だからそういうのも含まれてるから、実際だから、全員が購読してるわけじゃないんだっていうのはちょっと思ったね。この発行部数だけ見ると。ああ、そうなんだ。うん、まあ、世帯の数がそもそも本当かどうかっていうところもあるけど、まあ、550万部っていうことは、世帯単位で見たときは、827万世帯が全員もらってるわけじゃないんだっていうのは、とりあえず事実としてあるっていうところだよね。ああ、はいはい。俺はね、政教新聞になんか、勝手に入会させられそうになってた。時があって。まして。だから知り合いが、だから自分のその名前と住所をなんか教えて、入会になってたわけよ、うん。で、電話がかかってきたわけよ。うん、学会の人から、うん。で、政教新聞入会ありがとうございますみたいな、だったかな、うん。で、いや、自分はしてないですっつって、もう断ったわけですよ。うん、だけどね、やっぱそこがちゃんとしてるなと思って、断ったら、あ、そうですかって言って、まあ、それ以上、なんだろう。いやいや、そんなこと言っても入会したでしょ、みたいなことはないから、やっぱちゃんとしてるとこなんだなっていうのは。まあ、押し売りはしないかなっていう印象はあるよね。うん。まあ、ただ、その知り合いとちょっとね、揉めたけどね。そりゃそうだわな。だってお金もこっちで払ってるっていう感じの入会ってことでしょ、要は。あ、だからね、多分ね、何ヶ月か無料なんだよね。まあ、なんかそれはでもどこの新聞もあるじゃん、そういうの。そうそうそう。ってことだよね。そう、なんか、試しにお試し期間やってみてっていうことらしかったんだけど。ああ、なるほどね。いやいや、聞いてないからみたいな。だから、そう、ちょっと強引だよねっていう。感じだね。そう。でもやっぱ聞くと、その人も、それが自分にとってすごいいいことだと思って、うん。まあ本当に善意でやってくれたって感じのことを言ってたけど。ああ、なんかね、その政教新聞って池田大作のこう、お手紙を届けるみたいな、そんなイメージらしいよ。学会委員の方からすると。ああ、はいはい。で、ほら、池田大作がこう素晴らしいことを言ってるんですとかさ、こんな素晴らしい活動してるんですっていう、のがほとんど結構紙面の大部分を担ってるわけじゃん。うん。だからそれを届けるっていうのがもうある意味使命みたいな感じ。はいはい。になってるっていう。まあそれはいいや。で、あと資金源、政教新聞がほとんどなんだけど、池田大作本書いてるから、そういう本の執筆のお金っていうのもやっぱり教団の資金源にはなってるんだよね。はいはい。
で、創価学会として、これは別に公表されてるものでもないけど、まあ、腸は少なくとも持ってるでしょうっていう創始さん。へー。まあ、とにかくお金持ちの宗教法人、宗教団体って言えばいいの？っていうところが、まあ、あるんだよね。で、ただお金持ちだから、ちょっと繰り返しちょっと誤解のないように言うけど、トップがさ、こう、合流してウハウハっていう感じじゃないのよ。うんうん。だそこは結構世間の人は誤解してるかもしれない、もしかしたら。ああ、はいはい。いや、逆だよね。創価学会の人ってさ、俺お金持ちの人あんまり見たことないもん、考えてみたら。派手じゃないって言えばいいの。まあ、人それぞれもある気はするけどね。だって芸能人だっているじゃん。うん。でも芸能人もきっとそうなんだと思うよ。多分、ほとんどお布施しちゃって、そんなに派手な生活をしてるっていう感じではないんだと思う。ああ、そうか、そうなんだ。うん。まあいいや。長くなっちゃったけど、学会っていうのはそんな感じなんだけど、うん、一応、設立から今に至るまでのちょっと簡単に歴史の部分も話しといた方がいいと思うんで、うん、設立、まあ、起源って言えばいいのか。起源は、実は宗教団体から始まったんじゃないんだよね。ああ、はいはい。これ、創価教育学会っていう教育団体から始まったのよ。うんうん。あ、だから、なんか、創価学会って結構、こう、教育関係とかに力入れるんだっていう、なんか、そこはすごい自分の中でリンクしたんだけど。うん。1930年の11月18日に、創始者の牧口常三郎っていう人がいて、で、あと、二代目の戸田常成っていう人が、まあ、共に創立したんだよね、その創価教育学会っていうのを。はい。牧口っていうのが、その、小学校の校長先生で、戸田はその教員だったっていうつながりで、ほぼ同時期に日蓮召集の勧誘を受けて入信して、で、それで、日蓮召集素晴らしい、法華経素晴らしいって言うんで、意気投合して、で、二人で創価教育学会っていうのをこう立ち上げたっていうね。一応そういう経緯。うん。で、あくまでも教育団体だから別にさ、宗教勧誘をしてたとかそういうことじゃなくて、まあ、教育に関して、法華経を根拠としてやれば、すごいいいんじゃないかっていうんで、教育に法華経の教えを取り込んでったのよ。はいはい。だから、やってた活動っていうのは、法華経の研究だったりとか、僧侶を呼んで講演会を行ったり、あ、僧侶っていうのは日蓮召集の僧侶だけど、を呼んで講演会を行って活動してたのよ。で、だから、すごいみんな信者いっぱい集めて、宗教団体としてっていう感じじゃなくて、法華経を勉強しようのサークルみたいな、そんなイメージ。はいはい。で、そんな感じでやってたんだよ。あ、ちなみに日蓮召集ってちょっと急に言っちゃってるけど、日蓮召集っていうのは、日蓮宗とはちょっと違うのよ。うん。日蓮宗は日蓮宗であって、日蓮宗から分派したのが日蓮召集っていうのがあるんだよ。はいはい。で、これは、教義がちょこっとだけ違うのよ。日蓮の取り扱いっていうのかな。日蓮召集と日蓮宗の違いっていうのは。おー、そうなんだ。そう、日蓮召集っていうのは、もう日蓮はもう仏です、神様なんですっていう取り扱いなのよ。うんうん。普通の日蓮宗っていうのは、日蓮っていうのは修行の身の仏とかそういうところには行ってない、まあ、いわゆる菩薩的な立ち位置の人なんですよっていう。はいはい。だからさ、日蓮の取り扱いが結構違うだけで、だいぶ変わっちゃうんだけど。うん。だって片一方は日蓮が神なわけだから、もう日蓮の言うことは絶対ですみたいな感じになってくるわけじゃん、だんだんと。はいはい。っていう、まあちょっとその違いはあるっていうことね。うん。で、その日蓮召集の、要は、流れで創価教育学会っていうのがこうできてるっていうところが、まあ、後の創価学会につながっていくわけなんだけど。うん。で、時は、第二次世界大戦下に今度移るんだけど、そこで、国がさ、公民化政策とかやってたじゃん。うんうん。あとは、神道を国教化したりとか。はいはい。でさ、そこで、創価教育学会の考え方と、まあ、正確に言うと日蓮召集の考え方だね。と、国の、その神道に対する考え方、国家神道に対する考え方っていうのが真っ向でぶつかるわけよ。うんうん。
ちょっと初めの方にも言ったけどさ、他の宗教は認めないっていうスタンスなわけじゃん。はいはい。日蓮宗宗は。うん。で、もちろん創価教育学会もその立ち位置だから、断固として神道の教養を認めなかったわけよ。うん。なんかね、お札をこう配ってたらしいの、当時。これは天皇のお札だから家に飾りなさいって。みんなで天皇を祀りましょうみたいな。でもさ、神道だからさ、創価学会じゃない、当時は創価教育学会の人たちは反対したわけよ。うん。当時そういう反対をすると、いわゆる不敬罪で捕まっちゃうのよ。はいはい。だから、創始者の牧口常三郎とか、戸田女性っていうのは逮捕されちゃうんだよね。へぇ。逮捕されて投獄されちゃうの。うんうん。だから結構この創価学会ってさ、創始者とか二代、まあ戸田女性って二代目だから、二代目は投獄されているっていうイメージがある人は、アウトローな人たちなんか作った宗教なんじゃないかっていうイメージを持ってる人も実際いるらしいのよ。はいはい。でもさ、これは別にさ、肩を持つわけじゃないけどさ、言ってることは国の方がおかしかったわけじゃん、当時は。うんうん。だから自分の信仰を曲げなかったっていうだけでさ、すごいなっていう、どっちかっていうとそっちの感情の方が自分としてはあるかなっていう。はいはい。で、何が、って思うかっていうと、これ、当の日蓮宗宗あるじゃん。うん。日蓮宗宗もじゃあさぞかしみんな逮捕されてったのかなっていうと、そうじゃないんだよ。おー、そうなんだ。そう、日蓮宗宗はちなみにめちゃめちゃ妥協して、あ、飾ります飾りますって飾って、伊勢神宮にもお参り行ったらしいよ。へー。そう、国の政策に従った。これは、どっちがいいか悪いかっていう話じゃないけどさ、要は、日蓮宗宗っていう宗教を残すために妥協したんだよね。うんうん。で、結果論だけど、創価教育学会っていうのは、もう、この出来事のせいで、投獄されたりして、どん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 、せっかく集まってた会員がいなくなっちゃうのよ。ああ。なんかね、1000人とか2000人ぐらいいたらしいんだけど、うん、うん。最終的にね、戦争終わって、20人ぐらいまで減ってたらしいのよ。うわ、もう、ほぼほぼいないじゃん。そうそう。で、ちなみにだけど、創始者の牧口は、獄中で死んじゃうんだよね。へえ。まあ、歳が歳だったっていうのもあるんだけど、73歳だから、その亡くなったのも。うんうん。ただ、最後まで国に反対を貫いたっていうところで、もうなんかすごい、信仰心の熱い人だなっていうところだよね。確かにね、自分の信念を貫いたって感じだね。そう、踏み絵だよね、まさにこれって。要は、踏み絵を踏めばさ、出れるものをさ、踏まなかったからずっと出れなくて、まあ、獄中で死ぬなんてさ、多分いい死に方じゃないじゃん。うんうん。別にさ、教育者だったからそれなりの多分さ、稼ぎもあったし、生活もそれなりに豊かとは思わないけど、まあ、それなりの生活はしてたと思うんだよ。はいはい。だけど、ね、そういう自分の最後を結構こう寂しい形で終えるっていうところが、まあなんだろうな、信仰をこう貫いた結果なんだけどさ、個人の幸福だけを考えたらなんか、ちょっと理解しがたいなっていうところも出ちゃうけどね。確かに。で、これがとりあえず、創価学会のその戦前までの流れと言いますか、になって、うん。で、牧口はまあ亡くなっちゃったじゃん、獄中で。はいはい。で、戸田はどうなったかっていうところじゃん。うん。戸田はね、これ、獄中でね、すごいある経験をするのよ。はいはい。これは、一言で言うなら悟りを開いたって言うんだけど。うんうん。法華経をね、自分が取り寄せたわけでもないのに、囚人ってさ、ほら暇だからさ、本を取り寄せられるのよ。はいはい。で、まあ、決まってるんだけど、冊数は、もう、月に何冊みたいなのが。うん。でも、なんか、自分がさ、例えばさ、じゃあ、10冊こう取り寄せた本の中になんか、法華経が混ざったりしてたのよ。はいはい。あれ頼んでないよ、みたいな。むしろ、こんなの今、頼まれたら、俺、もっと尋問食らっちゃうじゃん、みたいな。うん。だって、それが原因で捕まってるわけじゃん、そもそも。うんうん。そう、だから、いやいや、ちょっとこれやばいでしょってなって、看守に、いや、すいません、なんか違うの混じってたんですけど、つってこう返すのよ。うん。で、まあ、一回返すじゃん。そしたらまた来たんだって。はい。これは神のお告げに違いないみたいな。そっち行った。
そうそうそう。まあ、誰かが送ってくれてただけだと思うんだけど、多分。まあでもなんかそういう風に捉えたんだよ。うん。で、だから、よし、わかった。これは、獄中では法華経をもうひたすら勉強しろってことなんだな、っつんで、とにかく法華経を読むわけよ。はいはい。で、音読もしてたわけ。うん。南無法蓮華経なんたらかんたら、みたいな感じで。はいはい。でさ、やっぱりさ、結構こう、なんだろう、孤独なさ、空間でさ、一人でブツブツさ、お経を唱えてっていうことやってると、ちょっとこう、なんていうの、自分の精神世界に入っちゃうっていうのかな。うんうん。そんな感じで、なんか急にいきなり、頭の中で、キラキラーみたいなのがこう見えてきたんだって。はいはい。で、まあそれを悟りを開いたっていう風に表現してるんだけど。うん。そう、そんなちょっと不思議な体験をして、私は悟りを開いたんだってなって、まあ戦争終わって、牢屋から出れるわけよ。はいはい。そう。で、退所後に、まあ、創価教育学会はさ、ほとんど人数がいなくなっちゃったっていう話をしたけど、だから結局出たはいいけど、仲間がほとんどいなくなってたんだよね、もう。はいはい。だから、これはもう私が再興するしかないって言って、牧口死んじゃったしって。うん。で、再興誓って、1946年に創価学会を発足させるのよ。あ、ここで。そう、ここで創価学会になるわけ。うん。ただ、ここの創価学会も別にもうバリバリの宗教法人ですっていう感じじゃなくて、やったことは学習塾を経営したりしたのよ。ああ、そうなんだ。そう、もともとほら教育色の強いさ、教育団体だったわけじゃん。うんうん。その流れを組んだ宗教法人になったからといって、実質的なやることっていうのはそんなにこう、ブレてなかったって言えばいいのかな。はいはい。で、なんでじゃあ学習塾なのって話なんだけど、これは単純にさ、自身がそもそも学校の先生だったっていうのもあるし、うん。あとは、お金の部分。はいはい。創価学会をこう、運営していく上で、もう人数も減っちゃったわけじゃん、会員も。うん。だから単純に活動資金っていうのがなくて、まあ要はビジネスに参入しないと生きていけないなってなって、学習塾を経営したりとか、受験参考書を出したりとかしたのよ。はいはい。で、なんとね、この受験参考書はね、実はベストセラーになるのよね。へえ。数学かなんかの書物っぽいんだけど、なんかすごい、これは素晴らしいっていうんで、ベストセラーになって、要は、戸田っていうのは、経営者としてすごい大成功するのよ。ああ、賢かったんだね。うん。まあ、学校の先生だしね、もともと。ちょっとこう、インテリだったんでしょ。うん。だからさ、ここまでさ、聞いてるとさ、創価学会っていうのはさ、何々、階層は神様ですとかさ、そういう感じじゃないのよ。うんうん。どっちかっていうとさ、ほら、サークルっていう表現をさ、ちょっと前言ったけど、教育団体の時にサークル的なものだって、なんかそっちに近いんだよね。はいはい。で、まあ、ちょっと話は戻すけど、まあ、経営者としてはすごく成功して、で、だから宗教活動も、やっぱこう、箔がつくわけよ。うんうん。なんか、有名人なわけじゃん、軽く。はいはい。どこどこ学習塾のなんか誰々さんとかさ、あの受験参考書を作った会社の人だとかさ、そんな感じでさ、知名度も上がったからさ、宗教活動も講演会はすごい人気を博して、会員っていうのはどん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 そっから増えていくんだよね。うん。で、一番増えたのが高度経済成長期って言われてて、はい。この時に、まあ、高度経済成長の時っていうのはさ、都市部がとにかくどんどん発展してったじゃん。うん。で、そうするとさ、地方の農業とかやってた人たちが出稼ぎに都市に移住してくるわけよ。はいはい。で、その出稼ぎ労働者っていうのに、この創価学会の教えっていうのは結構刺さるんだよね。うんうん。これはね、簡単に言うとやっぱりさ、その出稼ぎ労働者っていうのはさ、誰も知らない、何もわからない土地にさ、移り住むわけじゃん。うん。やっぱ孤独なんだよね。ああ、はいはい。そう。で、やっぱりそういう孤独、心に隙間がある人の、その隙間を埋めてあげるのが創価学会ですよ、みたいなさ、そんな感じ？うん。もう宗教にはまる典型例なんだけどさ、この心の隙間っていうのは。はいはい。
で、これはもう、本当に、戸田がすごい、もう本当すごいビジネスマンだなって思うんだけど、マニュアルを用意するのよ。うんうん。マニュアルってすごいなと思ったんだけどさ、勧誘するときにさ、要は、こういう人はこういう勧誘の仕方をしましょうみたいなさ、まあ一問一答じゃないんだけど、そういうマニュアルを用意して、会員っていうのをどんどん獲得させてったわけよ。はいはい。すごいよね。そうだね。今あんまりなんか逆に勧誘って道端とかで創価学会って見ない気がするけどね。そうそう。これは多分ね、方針が変わってるんだと思う。うんうん。当時はさ、とにかくさ、増やさなきゃとかさ、そういう感じ、拡大させようっていう路線だったからさ、そういうマニュアルを用意してさ、それこそもう一件一件ピンポンさせてさ、会員に、これはいいことだっつって。はいはい。やってたわけよ。うんうん。だからさ、結局さ、そのイメージがずっと今の今までさ、こう引きずられてんだよね。ああ、はい。そう。で、決してさ、俺さ、考えてみたら、一回もさ、家にピンポンされたことないなと思ってて、創価学会の人は。ないね。そう。エホバとか来たことあるんだけど、創価学会ないんだよな。そうだね。全然さ、その創価学会じゃないところは、たまに来たりするけど、創価学会は一回もないなと思って。うん。だからこれは多分イメージの問題かなと思ってんだよね。はいはい。やってそうだけど、実際今やってないんだろうね。ああね。まあ、どうかちょっとね。まあ実際わかんないよ。地域差もあるかもしんないけど。うん。まあだからそこまで、その昔ほど熱心にそこをやってるっていう気はしないかなとはちょっと思った。はいはい。また話戻すけど。まあ戸田は、1958年かなに亡くなっちゃって、三代目の会長には池田大作が就任するのよ。ああ、ここで来たね。そう。ここで池田大作会長になるわけね。うん。で、池田大作っていうのはそもそもさ、急に話が今池田大作って出てくるじゃん。うん。この人は、元々は、牧口とか戸田がやってた座談会に、学生の時から参加してたんだよね。はいはい。まあ要は、一緒に研究をやっていこうっていうところの仲間みたいな感じで、創価学会の活動にこう加わってって、ただすごい熱心だったわけよ。はいはい。で、誰よりもこう頑張って、勧誘もするし、みたいな、そういう結構もう、自分は自分でそう、仕事もしながら、創価学会の活動もやってたっていう、バイタリティのあるって言えばいいのかな、人だったんだけど。で、それでどん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 地位を向上させてって、戸田が亡くなる数年前から、創価学会にも、私は専念します、つって、ね、そういうポジションに行ったわけよ。はいはい。それで、まあ、1960年に池田大作さんは、会長になるという形なんだよね。うんうん。ここで、やっとちょっと、副題の部分が出てくるんだけど、1964年に、池田大作の下で公明党っていうのを結成するわけよ。はいはい。そう。ここで、やっと公明党っていうね、政党が出てくるわけね。はい。まあ、ここまでちょっと、創価学会の、まあ、設立の部分も、と話してきたんだけれども、ちょっと長くなっちゃうから、次は、政教分離の部分に関しては、ちょっと次回に、まあ、したいと思います。はい。まあ、ということで、次回は、じゃあ、政教分離ということで、もしよかったら、この番組のフォローだったり、評価をしていただけると嬉しいです。はい。ぜひともお願いします。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、前回の続きというか、創価学会の政教分離についてになりますかね。そうですね。まあ、前回までは、創価学会っていう部分の、協議の部分だったりとかさ、設立の経緯とか、そういったところをこう、中心に話したんですけれども、まあ、今日の部分は、まあ、皆さんが気になる、その公明党と政教分離っていう部分、そこが、実際どうなのかっていうところをちょっとお話ししたいなと思ってます。はい。ぜひ、よろしくお願いします。はい。1977年に、もともとあった日蓮召集あるじゃん。うん。ここと揉めんのよね。ああ、そうなんだ。そう。
やっぱりさ、創価学会は創価学会でさ、もう強すぎる勢力があるわけよ。あ、大きくなって。あの、日蓮召集よりも大きいのよ、実際。うん、うん。人数とか言ったら。で、創価学会は創価学会でも発言力とかあるから、バンバンさ、発言してるわけじゃん。うん。だからちょっとその発言とかに、この日蓮召集側っていうのが、なんかこう、なんであいつら、この大元をこう、ないがしろにしてんだよ、みたいな感じに、ちょっと嫌な感じになっちゃったわけ。うん、うん。で、あの、池田大作会長も、あの、なんか、お坊さんっていうのは、なんか、袈裟かぶってさ、なんかこうやってるけど、実際はこうちゃんと信仰してる方が偉いんだぞみたいな感じで、ちょっとこう、なんだろう、簡単に言うとバカにするような発言をちょっとしちゃうんだよね。はいはい。で、それでもうプチンってきちゃって、日蓮召集側が、もうふざけんなっつって、完全に対立しちゃうんだよね。うん、うん。創価学会と。で、これ結末は1991年に日蓮召集側が創価学会を破門にするのよ。はい。だから、日蓮召集の、なんだ、信者数みたいなのが、その1991年境に激減すんのよね。あ、日蓮召集が。そうそう、あの、日蓮召集の中の創価学会っていう立ち位置だったから、もともとは。あ、そういうことか。そうそう。うん。だから信者数みたいなのは日蓮召集の信者数にその創価学会の信者数も含まれてたわけよ。うんうん。だけど、まあ、これはちょっと資料とかあれば見てほしいんだけど、1991年ぐらいを境に、もうすごい激減するから、びっくりするぐらい減る。へえ。そう。ほんと何百万って数減るから。うんうん。そんぐらいね、やっぱ創価学会っていうのは影響力があったというか、まあ、あの、日蓮召集からしてもこの破門っていうのは多分そんなにたやすいことじゃなかったと思うんだけれども、まあ、結局考え方が違うからね。お互い多分もうメリットないでしょっていうことで、まあ、喧嘩別れする形になっちゃうんだよね。はいはい。で、そんな感じで創価学会っていうのはこう今に至ってる。うんうん。で、池田大作の話に戻すけど、実は池田大作って、もう約10年くらいは公式の場には出てないんだよね。まあ確かにね。そう。これ信者の中だと、例えば政教新聞では元気に活動してる姿が掲載されてたりするらしいんだけど。うん、うん。だからマスコミなんかもさ、もしかして重病なんじゃないかとかさ、実は死んでんじゃないかみたいなさ、そんな、それはデマなんだけど、あの、そういう話もこう出ちゃうぐらい、公式の場にはとりあえず登場してなくって、今。はいはい。ちなみに今94歳なのかな？だから結構高齢じゃん。うんうん。だからやっぱりいつ何かあってもちょっとおかしくはないっていうところで、まあ今後創価学会っていうのはちょっとそのあたりはちょっと動きがあるんじゃないかなとは思うよね。はいはい。うん。で、ここまでがちょっと創価学会の部分の話で、うん。ここからは公明党と政教分離っていうところについてちょっと話したいなと思います。はいはい。これはさ、ちょくちょく出てくるじゃん。政教分離っていう言葉が出た時に、え、公明党はいいの？みたいな。そうだね。今回のっていうかさ、統一教会の問題になった時にさ、うん。みんなそう思ってるんじゃないのかっていうけど、創価学会には触れない雰囲気あるよね。そうなんだよね。統一教会もさ、結局さ、裏で自民党をこう支えてたさ、まあ、裏で支えてたっていうと語弊はちょっと出ちゃうんだけどさ、まあそういう存在だったわけじゃん。うんうん。え、じゃあ、政治活動に参加してんじゃないの？みたいなさ、風にも見れるしね。はいはい。ちょっとその辺も踏まえてちょっとここは話したいんだけれども。うん。まず公明党っていうのは、1960年に池田大作の下で作ったっていう話をしたけど、もともとは、創価学会の中にある、創価学会文化部っていうものがあって、それが発端なんだよね。党じゃなかったのよ。はいはい。創価学会の中にそういう文化部っていうのがあってさ、そこから無所属で選挙に出てたのよ。はいはい。だから今はさ、公明党の誰々で出るじゃん。うん。じゃなくて無所属ですって選挙に出て、まあ組織票で獲得してったわけよ、あの議席を。うんうん。で、ただ、ね、ちゃんとこれ、党としてやっていこうっていうことで、さっきも言ったけど、1964年に公明党として結党して、
この時行われた選挙で25議席獲得する、まあ、初っ端にしてはかなり大規模な野党になったんだよね。すごいね。そう、25議席だからね。だって1議席取るのもさ、結構でしょ。だからすごいことだよ。だって1議席しか取れてないような政党って今いるじゃん。実際1議席とか2議席とかさ、全然数少ないような。ねえ、結構あるよね。ただやっぱりさ、その創価学会っていうさ、バックボーンを、支持母体をこう元にしてるから、一発目からそれだけ取れちゃったんだよね。へえ。で、今も議席数ってそんなもんじゃん、大体。あの、会によってはさ、多少前後するけど、大体さ、おおむね30ぐらい取れるじゃん、公明党って。だから、これはやっぱりさ、そのバックボーンがしっかりしてるっていうのが強みなんだよね、ここは。はいはい。で、まあちょっと話は政教分離のところに行くんだけれども、公明党がホームページに記載してる内容をちょっと今から読むんだけれども、創価学会と公明党の関係性っていうところをちょっと記載してる部分があって、はい。ただし、創価学会と公明党との関係は、あくまでも支持団体と支持を受ける政党という関係であり、あらゆる階層の一切の民衆を包含し得る大衆政党であると、綱領にも明記している通り、公明党は国民全体に奉仕する国民政党ですっていう風に書いてるのよ。難しい。そう。これ、要は、公明党は確かに、これ事実として創価学会が後ろにいて支持してくれてますよ、創価学会はっていう。まず、これは認めてるわけよ。だから、まあ、そんなのって言わなくたってわかるじゃん、誰も。みんな知ってることだけど、別に公明党は創価学会のために存在している党ではなくて、国民全体に奉仕して、するような考え方、理念を持ってる党なんですよっていうのをここで書いてるんだよね。だから、あくまでも創価学会を優遇しようっていう政策を取るとか、そういう党じゃないんですよってまず言ってんのよ。はい。で、ここでさ、いや、そういう問題じゃないでしょっていう。政教分離はじゃあどうなんだよって話じゃん。はいはい。そこじゃない、そこじゃないっていう感じで多分言われると思うんだけど、これも公明党にホームページに書いてあるんだけど、憲法20条に、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないっていうような記載があって、この記載っていうのが、そもそも憲法が規制対象としているのは国家権力側なんだよね。はいはい。これは憲法学みたいなのを学んでる人だったら多分、ああそうだね、そういえばって感じで分かってくれると思うんだけれども、憲法っていうのは国民側を規制するものじゃなくてさ、統治する側を規制するものだから、だからここで書かれてる宗教に関することっていうのは、要は国が宗教を、例えば、まあ、神道の話で、国家神道を例えれば分かりやすいんだけど、戦時中さ、国家神道をさ、強制したじゃん、国が。はいはい。ああいうのをやめましょう、つってんだよ、ここでは。うん。だから、要は、創価学会っていう支持団体が、公明党を支援すること自体は、憲法違反じゃないっていうのが公明党のスタンスなわけ。はいはい。なんか、ここが、まあ確かにそうだなっていう気はするんだけど。で、これ自体は、ちょっと詳しい経緯はわからないけど、ある程度議会っていうか、国会っていう単位で見た時には、ああそうだよねってなってるらしいのよね。はいはい。だからさ、今更ながらにこう、そこに異議を唱える議員ってあんまりいないじゃん。っていう、なんか国民がさ、いや、政教分離は、とかっていう話は聞くけど、確かに、議員側でさ、いや、公明党がなんでいるんだよとかさ、政教分離じゃないのかってさ、いちいちさ、言ってくるところあんまないじゃん。っていうのは、まあ、確かに公明党の言う通りなんだなっていうのが多分、筋が通ってるんだと思うんだよね、実際のところは。っていうところがあるんだよね。はいはい。で、創価学会ってじゃあ、そもそもなんで公明党っていう党を作ってまでさ、こんな政治進出しようとしてんのってところじゃん。これはなんかね、様々あるんだけれども、これ実際に戸田情勢が言ってたことらしいんだけれども、政治進出をするっていうのは、みんなが一丸になって選挙活動をするっていうことじゃん。はいはい。
創価学会会員がね。うん。で、それは結局みんなが同じ目標に向かって何かをこうやり遂げるっていうのは一致団結。要は学会としての団結力を高めるのにものすごくうってつけなんだっていう話をしてるらしくって。はいはい。だから変な話、政治にさ、創価学会の人たちがこう入り込んでさ、国を創価学会に染めてやろうみたいな感じではないわけよ。イメージとしては。うんうん、そこじゃなくて、どっちかっていうと、創価学会をこうまとめ上げるには、なんかそういう選挙とか、そういうものを利用した方がまとまりやすいっていう、なんか、本当になんかビジネスマン的な考えなんだよ、その戸田女性って、うんうん。考えとか見てるとさ、なんかそういう宗教のさ、教祖とかそういう感じじゃなくてさ、会社の経営者って感じの考え方じゃん、なんか。はいはい。そう。だから、なんかそういう人がこうトップにいたようなさ、団体だから、考え方が割と合理的って言えばいいのかな。うん。なんだよね。はいはい。ただ、ここはちょっと一言添えとくと、もともとは日蓮召集の国教化を目指して政治進出してたらしいのよ。うん、うん。っていうのはまずあって。うん。国教化かってなると、ちょっとまたこうね、アレルギー反応が起きるじゃん、国民は。うんうん、っていうところがまあちょっと一応あるんだっていうところはちょっと片隅に置いといてほしいっていうところなんだけど。はいはい。で、ここであと、その政教分離に関して言うと、紹介したい事件が一個あって、うん、1969年に言論出版妨害事件っていうのが起きるのよ。はいはい。これね、ちょっと有名な話だから、もしかしたら、あ、なんか内容聞いたことあるなっていう人もいるかもしれないけど、うん。これね、公明党に批判的なこう書籍を書こうとした人がいたのよ。うん。藤原博辰さんっていう人なんだけど。はいはい。で、この人が、もう公明党に批判的な、もうね、なんか書物を出すっていうのが分かって、公明党側がね。うん。これ、やべえな。出されたらうち都合悪いなってなって、その出版とか流通を阻止するために圧力をかけるんだよ。うん。出版社とか書店に、うんうん、あとその藤原さんにも直接、いや、やめてくれませんかみたいな、根も葉もないこと言うのやめてくださいみたいな、そんな感じでこう圧力をかけるんだけど、藤原さんはもう、いやいやいや、出します、出すからっつって黙っててみたいな、そんな感じでもう突っぱねるわけね、うん、だからやばい、これどうしよう、本当に出されちゃうよってなるじゃん、公明党側。はいはい。だからその時、公明党のちょっと偉い人が、当時の自民党の幹事長田中角栄に事態の収拾を依頼すんのよ。うんうん。自民党だからさ、権限あるじゃん、かなりの幹事長だから。うん。だからその田中角栄にさ、なんとかこれ丸く収めてくれませんかってちょっとお願いして、そしたら田中角栄はさ、ギリがたいって言えば言ったらちょっとあれなんだけど、よし、わかりました、やりましょうみたいな感じで、例えば藤原さんに差し止めしてもらえないですかねみたいな感じでこうね、こう連絡すんのよ。うん。で、これでもう藤原さんっていうのはもう大激怒して、そりゃそうじゃん、だって田中角栄っつったらさ、まあ首相じゃないけど、当時は自民党の幹事長だから、うん、そんな国のほぼトップにいるような人がね、一つの書物をね、出版停止にしようと、こう、働きかけるなんて、これは、言論の自由とか、そういうものを、表現の自由とか、そういったものを、こう、封殺する目的なんじゃないかっていうことで、このやりとり全部書かせていただきますっつって、それを一連全部書いたものを出版するんだよね。で、明るみに出ちゃうわけ。うんうん。なんかね、タイトルは、創価学会を切るっていうタイトルの本なんだけど、ちょっと見たことはなくて、本当知ったかで申し訳ないんだけれども、うん、出発されちゃうんだよ結局で、ただその後もそういう学会の方とか公明党関係の方から、出版後もずっとこう脅迫とか嫌がらせっていうのは続いたんだよね。うんうん。で、続いたから、さすがにこれは収拾つかないぞっていうんで、池田大作が公式の場に出て謝罪をするっていうような事件が起きるのよ。うんうん。で、この時さ、創価学会っていうのはやっぱりめちゃめちゃ叩かれるわけ。その政教分離だなんだっていうんで、公明党と一緒にね。はいはい。
おかしいじゃないかって。だから池田大作がちゃんと公式の場で政教分離のこの批判が強いから、創価学会と公明党っていうのはもう制度上しっかりと明確に分離しますよっていうのをまずここで明言するのよ。うんうん、これどういうことかっていうと、例えば創価学会の重要なポストにこうついてるような偉い人っていうのは公明党のそういうポストは絶対兼任しないよっていうような、はいはい、要は完全に二つはちゃんと分けますよっていう、うんうん、いう感じで、あとちょっと前にも言ったけど、日蓮召集の国教化を目指していたっていうようなことも言ったじゃん。はいはい。これを明確に否定したの、ここで。うん。これは逆を言うと、もう目指せないなっていうのが分かったんだよね。破門されてるから?あ、違う違う。これは破門の前なんだけど。うん。国民の拒否反応が異常に強いっていうことが分かったのよ。うんうん。この言論のさ、自由をさ、侵害してるみたいなさ、ところからさ、やっぱ世論っていうのがこう、聞けるわけじゃん。うんうん。あ、そこで、あ、これ無理だな、みたいな。国境化は難しいな、みたいなのがわかるから、じゃあもう無理なことをそんな裏で隠しててもしょうがないから、もう完全に否定すんのよ、ここで。はいはい。っていうのが、まあ一応ね、この言論出版妨害事件って言われるものなんだよね。うんうん。で、ここからはちょっと最後公明党のその後の流れの部分に行きたいんだけれども。はいはい。公明党っていうのはさ、今じゃ与党になってるじゃん。うんうん。で、これ初めて与党化したのは、1993年の細川守博内閣の時なんだよね。はいはい。うちらちっちゃかったからあんまり記憶ないかもしれないけど、この細川内閣の時ってさ、結構話題になったんだよね。ああ、そうなんだ。そう。超大型連立政権だったんだよ。はいはい。何党いたっけな?ちょっとごめん。うろ覚えなんだけど、7党ぐらいいるんだよ。7党ぐらいの超大型連立政権なのよ。そうなんだ。そう。反自民の連合ね。うんうん。要は自民党が結構こう、もう単一政党としてめちゃめちゃ強かったから、野党でもうみんなで力を合わせて自民党に勝ちましょうっつんで、めちゃめちゃの数の野党がこう共闘して自民を倒したっていう内閣だったわけよ。うんうん。で、その一つに実は公明党がいるのよ。あ、そっち側だったんだ。そうそう。だから公明党、まあもちろん公明党ってその時は野党だったから。うん。で、この細川内閣の時に初めて政権側につくわけね。うんうん。だからさ、ほら、一時期さ、民主党がさ、自民党に選挙で勝ってさ、民主党が政権取ったじゃん。2010年とかその前後ぐらい。うんうん。あの時さ、自民党はさ、野党としてめちゃめちゃ民主党を批判したでしょ。はいはい。もうなんかあったらさ、いや、それはおかしいだろって、お前ら何なんだよ、みたいな。今野党が自民党にやってるようなことを自民党もやったわけよ。うんうん。で、これはもう野党だったら当たり前にやることだからさ、当然自民党もこの時公明党をめちゃめちゃ批判すんのよ。あ、そうなんだ。そうそう。だって別にほら、当時は連立組んでないしさ、別に仲良しじゃないから。うんうん。敵なわけじゃん。要は反自民連合を組んでる敵なわけだからさ、いや、オタク政教分離とかでどうなってたのみたいな、そんな感じで結構批判すんのよ。ああ、細川内閣の時?そうそうそう。自民党側が公明党をこう攻撃すんのよ。うんうん、で、1998年に急に自民党が、あの時はごめんなさい、批判が間違ってましたっていうことを謝罪すんのよね。うんうん、これ、って感じになるじゃん。なんか、あんなに批判してたのに、みたいなさ。はいはい。で、これはね、からくりがあって、その翌年、1999年に、小渕恵三内閣の時。うん。ここで、初の自治公連立政権となって、自民党と公明党っていうのは与党になるんだよ。ああ、そうなんだ。そう。あ、その布石なんだっていう、誤ったのは。うんうん。っていうところなんだよね。で、ここからさ、自民党と公明党っていうのは常に連立政権として、まあ一時期民主党に奪われたけど、与党としてずっとこう今に至るまで、政治運営をしてきたっていうような流れになるんだよね。ああ、そうなんだ。じゃあ30年ないぐらいか。99年、20年だね、20年。うん、20年ちょこっとぐらい。まあ、ほら民主党時代もあるから、
2年だかそんぐらい3年ぐらいあったじゃん、民主党時代。うんうん。だから覗くとまあ大体20年ぐらいは自民党と一緒にやってきてるっていう感じなんだよね。はいはい。で、まとめになるけれども、まあ公明党っていうのはさ、じゃあこのまま自民党の金魚の糞となり続けるのかどうかっていうところなんだけど、うん。そもそも公明党ってなんで自民党と組んでんだろうっていうところもちょっと気になるところじゃん。うんうん。これはね、考え方が近いところも多いからっていうのも実際あるんだけど、うん。ただ実際はやっぱ与党になるためにくっついてるっていうのが、まあ、てかそんなのみんなわかってることだと思うけど、与党になるためにくっついてるっていうのがやっぱり第一にあって、うん。だからさ、これは自民党側も、全然、なんだろう、損がある話じゃないわけよ。そうだね。そう。実際、選挙の時に、自民党と公明党は、連立政権として組んでるから、選挙活動するときに、創価学会の票が自民党にも入るのよ。うんうん。だから、結構助かってるわけね。はいはい。だから、今のところは、ウィンウィンの関係なんだけれども、たださ、公明党として、やっぱ、後ろが創価学会がいるわけじゃん。うん。だから、創価学会の協議から、ちょっとこう、逸脱したような、政権運営の判断を自民党がした時にじゃあどうすんのかっていう問題が出てくるじゃん。うん。これ有名なのだと集団的自衛権なんかがそれなんだけど。うん。集団的自衛権に関しては、創価学会っていうのは世界平和を歌ってる宗教だから。はいはい。そもそも戦争をする能力っていうのを持つこと自体は、おそらく NG なはずなんだよね。うん。だから集団的自衛権っていう問題になった時に、ってことは日本も他国に自分が攻められなくても攻めていけるじゃんっていうものを持つってことだから、そこに関しては公明党と自民党は必ずしも意見は一致してないはずなんだけど、うん、今後もじゃあ与党としてじゃあどうなっていくのかっていうのはちょっと注目ポイントなんじゃないかなってまず思うよね。はいはい。で、あとは統一教会の時にも言ったけど、二世問題。うん。まあこれは創価学会側の部分になるけれども、ほら、男目会でさ、芦田愛菜ちゃん主演のさ、星の子っていう映画をちょっと紹介してもらったじゃん。うんうん。あれ見たんだけどさ。うん。あ、見た。俺も全部見たけど。そうそう。あれさ、やっぱりこう、二世の子ならではのさ、こう、葛藤っていうのがすごい描かれててさ。うんうん。そう、なんだろうな。やっぱりさ、二世の子だから、親に従順に従ってますっていうわけでもないし、かといって、親に完全に反発して、宗教から抜け出そうっていう感じでもないわけじゃん。うんうん。常に多分葛藤と戦ってんだよね。はいはい。そう。だから今、統一教会で結構この二世問題すごい騒がれてるけどさ、やっぱりこの辺もさ、今後どういう法整備がされていくのかとかさ、まあ、創価学会なんかもさ、やっぱりこの家族ぐるみの宗教っていうところだから、この二世問題って必ずあるからさ、うん。まあ、そういった部分も今後はちょっとこう注目していけたらいいかなとは思うんだよね。はいはい。まあ、そんな感じでちょっと、今回の創価学会と、まあ、政教分離についてっていうところで、テーマはちょっと終了にしたいなと思うんだけれども、小太郎どうだったかな？さっきさ、最後にさ、二世の問題ってちょっと言ってたけど、うん。そのさ、アマゾンプライムにあった星の子さ、うん。俺あれ、あと見た後にさ、うん。まあ、あえてちょっと、その子のためにも、濁すけど、知り合いのね、うん、子に翌日会って、たまたま昨日、星の子っていう映画見たんだよねっていう話をして、うん、まあそうなんか、宗教のその二世の葛藤を描いた映画なんだけどっていう話をしてて、うん、さらさ、その子がさ、自分も実は二世なんだよねって言われて、マジで。で、まあ、その子はね、もう今回のそのテーマの創価学会の二世の子だったんだよね。うん。そうそう。いや、なんか、こんなことあるんだって思ったんだけど、うん。で、その子はね、本当にね、小さい時に、すごくね、葛藤があって、うん。親にやっぱり、その、集会というかさ、まあ、定期的にこう、一緒に行くわけなんだけど、
やっぱりそれがね、子供心にすごく嫌だったらしいんだよね。うん。だからそういう葛藤があって、で、まあ、結局その、いろんな理由を口実に断ったり、で、親とも結構やっぱりそれで揉めたりとかっていうのをずっとしてきたっていうのがあって、うん。で、まあ、その子はね、今も熱心にその、宗教に活動してるっていうわけでもなくて、うん。まあ、ただね、言ってたのはね、その創価学会っていうその考え方自体は別にそんなに悪いとは思ってないっていうのは言ってて、うん。ただ、小さい流れにこう、周りの目とかもあるし、やりたいこととかを我慢して時間を割かなきゃいけないっていうのにやっぱ葛藤になったのかな。うん。言ってて、いやまさにっていうのがちょっと今日、いろいろ思い出した回でした。まあ、二世問題はね、何が一番良くないってさ、子供の意思決定がない時にさ、もう植え付けちゃって、で、それで選択肢を奪っちゃってるってとこなんだよね。うん。子供がさ、その自分の意思でさ、入りますって言って入ってるわけじゃないじゃん、こういうのって。まあ、そうだね。うん。まあ、だから、入るのは子供の意思決定ができる年齢になるまで待つとか多分、その方がスムーズにいくんだよね。うんうん。まあ、それが何歳かはわかんないけど、実際は。まあ、そうだね。ただ、やっぱ、親もさ、それがその子のためというか、うん、いいと思って、やっぱり進めてるから、っていうところのギャップがあるね。そう。で、ほら、それは俺が言ったさ、ウェザーリポートの話で、お前は自分が悪だと気づいていない、最もどす黒い悪だっていうさ、もう正義の押し付けにしすぎないからさ、だから自分がいいと思って、やりましたっていうのはさ、他の人、その自分以外の人間には通用しない理屈なわけじゃん。まあね、まあ悪とはちょっと限らないけどね、まあ、すごく端的に表してる言葉だね。まあでも本当にそうなんだよね。これでも自分もさ、やっぱそういうところあるなっていうのはさ、自覚してるというかさ、なんだろう。これみんなに言えることじゃん。別に宗教絡みじゃなくてさ、自分はいいと思ってさ、人にさ、こう言っちゃうようなことってあるじゃん。あるね。そう。でもそれはさ、完全に自分だけの話でさ、相手にとってはどうでもいいことだったりさ、むしろその逆だったりするわけじゃん。うんうん、そう、だから別に宗教に関係なく、もう人と人との関係っていう部分で、この考えっていうのは、なんか大事なんじゃないかなとは思ったね。ああ、はいはい。そうだね。まあ、こういうわけで今回ね、創価学会っていう、なかなかね、これはね、どこも触れないところをあえて、長丸がテーマとして扱ったっていうことで、あれね、中にはやっぱりね、すごく、敏感なテーマだから不快に思った人もいるかもしれないけれども、あえてそこを選んでくれた長丸さんに、ダメだこれ何を言うんかと思ったけどまあやっぱそういうさ、あえてさ、なかなか触れづらいところ、まあほら、大人の近代史が目指してるところはさ、ちょっと手の届かないかゆいところに、ちょっと我々がこう手を届かせるというかさ、そういうところの活動もこうやっていけたらなと思ってるから、ほら、スポンサーいないからさ。まあ確かにね。そう、ね。あえて、スポンサーがいないからできるっていうね。そう。まあ仮に俺創価学会がスポンサーでも、じゃあいいですっつって言うと思うけど、これを。創価学会スポンサーなんねえだろ。そう、絶対なんないからさ、もう安心してこれをもうね、放送できるよ。まあ、ということで、今回テーマは創価学会と政教分離についてでした。はい。もしよかったら、この番組のフォローをしていただくと、週1回の放送とプラスね、不定期で配信する時もあるので、その時に通知が行くので、よかったらフォローしてみてください。はい、ぜひともお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。
始まりました大人の近代史。今回は大人のコメントを読む回、男目回。イエーイ、待ってました。待ってたんかい。いや、なんだかんだ楽しみにしてるよ。ね、楽しみだね。うちらがね、うん、普段あんまこういうのやんないけど、うん、こうやってお便りいただくってやっぱ嬉しいよね。そうそう。で、今のところさ、大人の人とのこう交流手段って、まあ少ないじゃん。SNS とかはあるけど、言ってきてくれたことに対してうちらが答えるっていう、ちょっと一方通行気味ではあるけど、一応ね、コミュニケーションの一つでもあるからね、この回は。そうそう。そしてね、今回の回は年末なんで、今年最後の回になると思います。あ、なるほどね。もう早いね、1年。ね、どうだった1年。いや、なんかもうさっき言った早いねっていう言葉がすげえ合う。なんか本当いつの間にか12月になってた、今年って本当に。あ、そうだね。なんか年を取るにつれて、どんどん早くなってる気やっぱするよね。ね、寂しいことだよ、本当に。うん。いや、まあ大人にとってもね、決して、いいことばかりあった年じゃないかもしれないけど、まあ、それにもかかわらずね、決して気分が上がることのないこの番組を聞いてくれて、ありがとうございます。まあ、気分が上がる番組かどうかはちょっとわかんないけどね。うん、確かにそう言われると。そうそう。じゃあ、まあちょっとね、早速お便り、最近多くいただいてるんで、全部はね、読めないんですけれども、できる限り、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。じゃあ、最初はですね、クレイジーファーマシストさんからいただきました。はい。長丸さん、小賀太郎さん、こんにちは。一気聞き完了したので、初めてコメント書いちゃいました。もともと古典リスナーで、Spotify のおすすめに音金があって一度でドハマりして全部一気聞きしました。二人のまぶたち感から来るゆるっとした雰囲気好きです。テーマ選択が名前だけ知ってるけど中身あまり知らないことが多くてめっちゃ勉強になります。長丸さんの攻めたテーマ選択ぶち上がるし、小賀太郎さんの不思議な例えツボです。今後も突如始まる小賀ラップ楽しみにしてます。一気に聞いてしまったので今後は毎週火曜日まで待たないといけないの辛いですが、これからも楽しみにしてます、っていただきました。ありがとうございます。じゃあ早速小賀ラップ披露しようか。いや、無理だよ、あれは。あれ何？入念に準備してた。あれは即興でできる人やっぱほんとすごいよね。え、小賀太郎即興でしょ？即興じゃないわ、俺。あ、そう。ラップ無理だから。あ、そうなの？俺わかんないけど。でもラップはまだ2回しかやってないから。うん。まあ、俺の記憶の限りだと2回だね。2回目やった時にあれちょっとなんかあんま手応え感じなくて。いや、そんなことないでしょ、もうみんな待ってるんだよ。これやめた方がいいかなと思ってちょっと探り探り今様子を見てるんでね。ああ、もうこれ今ちょっと振りができちゃったからちょっともうみんな待ってるよ多分。待ってない、待ってない。長丸がねまずねちょっと体勢ができちゃったのがね要因なんだけどね。何それ、俺のせいなの？やっぱ最初一発目は長丸は多分もう点々点になってたから、うん、そうだけどもさすがに慣れてくるじゃん、またかみたいになっちゃうから。いやいや、だって別に俺が慣れたっていいじゃん。まあまあまあ、いやでもさ、これ一気聞きしたってすごいね。まあ、割とね、うちらももう回数重ねてるからね、一気聞きって大変だと思う、逆に。ねえ、だって本編だけで100回行くからね、もう。ああ、そうだよね。もうそろそろ。番外編とかあるしね、うん。いやいや、嬉しい。
ね、本当に、そんなね、生き生きしてくれるぐらいね、いい番組かどうかもちょっとわかんないんだけど、正直。はいはい。いやー、でも、長丸の攻めたテーマ選択ぶち上がるっていうね。それ、統一教会オンリーじゃない？ちょっと、わかんないけど。いやいや、他にもいっぱいあるでしょう。やっぱりね、小賀太郎っていう人気者がね、うちの、まあ、おときのこうマスコットキャラの小賀太郎みたいなもんだからさ。いや、ないわ、ないわ。だから、ね、まあ、やっぱね、そう、うん、面白いから、小賀太郎は。こう、例えとかがさ。僕の例えは何だろう、あの、ちょっと逆に分かりにくくなってる例えになってるからね。いや、違う違う、なんかね、思いつかないんだよね、そういう例えを普通は。いやいやいや。普通さ、例えってさ、あ、これ分かりやすくするために言うんだけど、自分の場合は、うん、この淡々としてる流れを、ちょっと一回、流れを変えたいなって時に言ってるかもしれない。ああ、まあでも、なんだろうね。そういう感じはあるね。こう、単調になりつつあるところに急にさ、ぶっこんでくるって感じがするからね。そう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 。だって歴史ってやっぱ淡々となっちゃうから、ちょっとアクセントつけないと、あの、うん、ほら、遠回りした方が意外と、後々記憶になったりするから。まあ確かにね。なんかわかる気がする。なんか小賀太郎、あ、ここでこの例え使ったみたいなのをさ、きっとね、覚えてくれる人は多いだろうからね。全くためになんない例えなんだけどね。いやいや、記憶に残ることが大事。じゃあ、クレイジーファーマシストさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして、水谷光弘さんからいただきました。はい。これすいません。名前、もし読み方間違ってたらすいません。第15回あなた半島事件面白かったです。農作業しながら楽しませていただいております。本人主演の映画を見たいと思い検索しましたが、なかなか見ることは難しいみたいですね。この事件をもとに東京島という映画が木村多江さん主演で作られたことを知りました。今後のリクエストとしては、もしかしたらすでに取り上げているかもしれませんが、第二次世界大戦末期にソ連が攻めてきた時に、必死で応援した樋口中将のお話を聞きたいです。樋口中将がいなければ東北までソ連が支配しようとしていたという資料が最近発表されたと聞きました。期待しています。これからも楽しみながら作品を作っていってほしいと思います。それとオープニングの名文句、素敵です。初めて行った時、笑わせていただきました。っていただきました。ありがとうございます。やっぱりオープニングの名文句はね、外さないよね。外さないってね。いや、なんか、大体みんなちょっとコメントこういろいろさ、読んでるけどさ、オープニングいいですっていう結構声は出てくるじゃん。あ、本当に。途中からやり始めたんだけどね。うん。なんか俺も気づいたらあったね。いつぐらいからやってたかな。でも結構もうやってるよね。もう1年以上やってると思う。ああ、なんか最初にパってインパクトあることをなんか言いたかった時があったんだよね。その流れで続いちゃってるっていう。毎回ね、ネタを考えなきゃいけないから大変だとは思うけど。ああ、でもね、意外とね、そんな考えてなくて、むしろもう、ストックが溜まってるっていうか。これ言いたいな、みたいな。やったね、なんかすごいじゃん、これ。すごくはないわ。いや、でも嬉しい。こうやって言ってくれるの、なかなかないから。いや、なかなかなくはないよ。小賀太郎、ほら、やっぱりみんなからこう好かれるタイプじゃん、もともと。プライベート的な話ね。いや、そんなことないな。いやいや、また謙遜を。なんだ、そのやりとり。でもこれ、あなた半島事件についてね、面白かったですって。まあね、あんまりあの回ね、好評かどうかちょっと微妙だけど。まあいろいろなね、意見もあったにはあったけどね。うん、うん、まあね、好みはあると思うんで、そこは。
ご容赦くださいだけど。そうだね。あと樋口中将のお話ね、やれたらやりたいところだね。まあそうだね、北方領土の話とかをしたから、まあその絡みでさ、やっぱりシュムシトとかさ、うん、あとはね、ユダヤ人とかそういったところの絡みで樋口喜一郎さん出してもいいかもね。うんうん、まあそんな感じでありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして孫氏さんからいただきました。はい、小賀太郎さん、長丸さん、こんばんは。いつも洗い物をしながらですが楽しく拝聴しています。小賀太郎さんの8時間労働の回はとても興味深かったです。アメリカのストライキから100年以上も1日8時間労働が変わっていないなんて驚きでした。世界中みんなで一斉ノーで週休4日にしたいです。長丸さんは立場が違えばいろいろな意見があるであろうテーマでも、こうだから自分はこう思うときちんと自分の意見を述べているところがとても潔く男前だなと思います。お二人の掛け合いは聞いていてとても楽しいです。いつも楽しませていただいているのでお礼を伝えたいと思い、人生で初めてコメント投稿しました。毎週の配信は大変でしょうが、ほどほどに頑張ってくださいっていただきました。ありがとうございます。労働時間のさ、放送の時俺はさ、ちょっとね、正直初め聞いた時にさ、この大人の近代史のテーマとしてどうなのかなっていうのは正直思ったんだよ、初め。うんうん。でもさ、まあ割と労働時間についてのコメントってさ、こう結構プラスなコメントが来るじゃん。はいはい。そう、なんかね、やっぱり歴史っていう観点で見たときに、じゃあ労働時間っていうの、それってそっちなのかなみたいな。なんか、どっちかっていうと経済学とかさ、わかんない。社会学とかさ、そっち方面じゃないのかなって気はしたんだけど、うん、なんかね、やっぱり小賀太郎のその着眼点が俺はすげえなって思ったんだよ。俺だったら絶対やんないもん、そのテーマ。あ、そうなの。いや、俺本当にさ、うん、いや、なんでこんな労働しなきゃいけねえんだっていつも思ってて。そっから来てるんだよね、ただ単に。いや、小賀太郎はね、ほら、働いた分金もらえる人だからいいけどね。いや、もらえてないわ。でもこのね、この回はね、なんか、まあ、そんなにうまくまとめられなかった感はあるんだけど、うん、ものすごい古い資料が、手に入って、うん、これ労働時間の歴史ってもうそのまんまの本が70年ぐらい前の本なんだよね、確か。70年、すごいね。いや、でボロボロの本がさ、あの手に入ったわけよ。で1ページこうめくるごとにももうなんか取れてんのよ。ああ、まあ70年だからね。そうそう。でもね、中身見たらさ、いや、なんか面白いこと書いてんなと思って、頑張ってこうページ1ページ1ページ巡りながらやったんだよね、これ確か。いや、いい思い出じゃん。そうそう。いや、でもあとさ、うん、この長丸さんの潔く男前だなという、まあ、自分の意見を述べてるところがっていうね。なんか今、潔く男前だなを先に言ったからさ、なんか俺がすごいそういう人間になっちゃうけどさ。いや、まあ、でもね、あれだよ。俺は最近思ってるのはさ、編集の力は強いなって思ってる。まあ、編集はね、しないと間延びしちゃってるとこあるから。うん、まあ、間延びって言ってるけど違うんだよ。こう、切り方がね、多分ね、超うまいのよ。さすがにね、もうすぐ2年ぐらいになると、まあ自分が編集してるんだけど、うん、聞きながら勝手に要約できる能力がついちゃった。しかも長丸限定なんだけどね。そうそう、なんかね、俺の回だけなんで、小賀太郎の回別にね、俺はっきり言って、ね、あの、俺がこの録音してる時の感じとそんなに変わらないんだよ、正直。レベルって言えばいいの？レベル感？あ、そう。俺の回はね、絶対編集がうまい。あの、だいぶ良くなってる。なんだそれ。いや、マジでマジで。ほんと最近思うんだよ。俺こんなにいい感じで言ってたっけみたいな。
ああ、そう。いやでもさ、自分が喋ったことだからわかるけどさ、あ、俺もうちょっとここでこう言ってるけど、うまく切ってるわっていう、なんか、ほんとね、あれ、編集の力なのよ、はっきり言って。いやいや、実際、ちゃんと言ってるよ、意見はすごい。いやいや、だから切り方がうまいんだよ、ほんとに。切り出し方って言えばいいの。なんかさ、最後のコメント言い合うじゃん。まあ、大体なんか。だけど、俺ってあんまり自分の意見出てこないけど、長丸ってもうビシッと言うから、いつも男前だなって思ってる。まあ実際はほら男前じゃないからさ、ちょっとあれなんだけど。そんなことないでしょ、また。まあね、そんなことはあるんだけどさ、全然。なんだこれ。いやでもね、あとね、ちょっと嬉しかったのこれ、人生で初めてコメント投稿しましたって書いてあって。ああ、まあ確かにね、人生初のコメントが音金でいいんですかっていう感じだけどさ。いや、これすごく嬉しくない。だから、そんなにさ、いつもしない人が、でもそれでもやっぱり伝えたいという思いでって書いてあるから、いや、嬉しいね。ねえ、そんなのもうちょっとね、泣いちゃうよね。泣いちゃうね、これね。ほんと。いや、でも本当に良かったんですか、うちが初めでっていうか。いや、もう、本当にありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。続きまして、ゆいさんからいただきました。はい。何か受験勉強の足しになればと思って移動時間などに毎日聞いています。あまり教科書で突っ込まないところを話してくれるので知識の肉付けになります。聞いてて楽しいので多分受験終わっても聞き続けます。笑い。これからも配信楽しみに待ってます。っていただきました。ありがとうございます。あ、受験勉強ってことは学生さんかな？ね、そうだよね。すごいね。音金って受験勉強に役に立つかな？なんか、ちょっと教科書からは外れてるテーマも多いじゃん。まあだから、そこからの派生かな？なんかこう、聞いてくれて、楽しいなって思ってくれた派生でちょっとこうなんだろう、その周りのこう出来事とかさ、時代背景とかさは知れるじゃん、うんうん、ねえ。でも移動時間などに毎日聞いてますって書いてくれてね、うん、他の勉強大丈夫かなっていうのもちょっとあるけど、まあ歴史があれなんでしょう、大事なんでしょう、よくわかんないけどいや嬉しい。あとそのさ、おそらくこの文面だと受験のために聞いてて、でも多分受験終わっても聞き続けますって書いてくれてるから。うん。いや、こんな嬉しいことないね。もがたろうのファンがまた増えたよね。いや、俺じゃないだろ、別に。俺だけじゃ、長丸もだろ。いやいやいや、ほら、俺別にファンがいないからさ。なんだそれ。いや、だからね、まさにそこ、最初は、なんだろう、健康のために飲んでた青汁が、今では欠かせないものになりました、みたいなね。出た、例え。余計分かりにくくしてる。いや、別に、分かりづらくもなかったけどね、青汁だったら。いや、もうそんな感じで、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、あなたのジョージ・クルーニーさんからいただきました。はい。もう振り仮名は必要ありませんよね。どうもジョージ・クルーニーかっこ本当に長男でございます。正直今お便り会を聞いていて、次回のお便り会のためだけに書いてます。私古典ラジオをはじめとして様々なラジオを聞いているのですが、正直音金が最強チャンネルだと考えております。歩きながら笑いが耐えられなくなるチャンネルランキングナンバーワンです。そして実はお二人の顔も勝手に想像してるのですが、しれっとめちゃめちゃ男前コンビではないかと推測しています。緒方郎さん、山田孝之、長丸さん、綾野剛ということで一旦変換しておきます。
よろしくお願い申し上げます。少し真面目な話をすると、お寺の方々におぬぬめしたい会としては、なんだおぬぬめ会おぬぬめって言うんだよあ、そうなの。そう、おすすめのことおぬぬめって言うんだよ。おすすめって字がさ、あの、うん、いや、そんな解説いいでしょ続けておぬぬめしたい会としては、伊豆の踊り子です。文学作品の紹介、解釈などが面白く、小説好きじゃなかったんですが、最近、坊ちゃん読んでます。お願いですから、そこは伊豆の踊り家じゃないんかい、というツッコミだけはやめてください。これからもお二人の軽妙な掛け合いを楽しみに人生を歩みます。オフ会については、一旦、大阪のリーガロイヤルを抑えましたので、常時狂いながらお待ちしております。続きまして、コメントは、とか言って。いや、振りましょうよ。これで言ったら、申し訳なさすぎ。いや、どうですか、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろん覚えてます。そうだね。どこから行こうか。じゃあ、まず、うちらの養子の話からしようか。養子？まあね、綾野剛と山田孝之。そうだね。まあ、あれだね。綾野剛は外れだね。とりあえず。てか、両方外れてるよ。そんな芸能人じゃないんだし。まあ、小形太郎がイケメンなのはさ、周知の事実だからいいんだけどさ。そのなんかさ、てるてる坊主みたいに締め上げんのやめてくんない？いや、でもほら、事実じゃん、それは。事実じゃないわ。一般論ね、一般論の話。俺がじゃなくて、一般的な話。たださんのおっさんだ、もう、ほんとに。いや、でもなんか、キリッとした感じ、綾野剛、ちょっと似てるかもしれない。まあでもね、なんかね、骨格とかも違うしね、全然似てないと思うな。なんか正直、その辺のラインになっちゃうと。そうだね。言えるのは芸能人に例えちゃいけない。ちなみに、小形太郎誰に似てるって言われる芸能人。いや、言われないよ。もう、そもそも、有名な人でいない？話しかけらんないもん。いや、ウケるわ。そもそもそんな会話になんないから嘘でしょそれはいやでもほら伊豆の踊り子いいって言ってるよ。まあ伊豆の踊り子はね、こうやっぱ恋愛小説としてはね、こうああ青春って感じの恋愛小説だからさ。文学作品、まあ、いくつかやってるけど、全体の中ではさ結構レアじゃん、文学作品って。まだまあ、扱ってる回数といったら。なんかね、もうちょっと積極的に扱いたいっていう反面さ、やっぱね、大変なんだよね、文学作品は。ああ、そうなんだ。だって、まず読み直さなきゃなんだもん。まあ、そうだよね。まあ別に読み直すのはそんな苦じゃないけどさ、正直。あ、伊豆の踊り子なんてまして短いからね。ああ、確かに。うん。ちょっと俺、三島由紀夫の金閣寺読むときね、さすがに疲れたね。知ってるかもしんないけど、俺準備期間すごい少ない人だからさ。そうなんだ。逆にすごいけどね。だからさ、マジで、これ、あと一日で読まなきゃいけないんだっていう、なんかプレッシャーがかかるのよ。うんうん。だからね、ちょっとね、必死になるよね。しかも別に読んだら終わりじゃないじゃん。そうだね。それをまとめて話さなきゃいけないからね。そう、何話そうっていうところもさ、読みながら考えていかなきゃいけないしさ。うん。っていう、俺の中の無駄な大変さはちょっと出ちゃうんだけど。まあでもちょっとね、積極的に文学誌もね、またこれから出していけたらなとは思ってます。いやー、楽しみですね。うん。じゃあ、あとはあれかな？大阪に行けばいいんかな、うちら。リーガロイヤル抑えましたのって本当に抑えてくれてんのかまあ大阪にねちょっとね出張おときんとかやってもいいかもしんないね出張おときん全くね意味ないけどね、俺ら音声配信だからさ、場所はあまり関係ないいやーでも嬉しいです、こんな長文、うん、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。
続きまして、カンさんからいただきました。はい、長丸さん、小形郎さん、こんにちは。いつもいつも楽しく拝聴させていただいております。今回も男目会でコメントを読んでいただきありがとうございました。大学受験を控えた長男を筆頭に3人の子供を抱えたしがないサラリーマンなので、ほんの少しだけですが寄付させていただきますね。これからもお二人の楽しい会話を楽しみにしておりますので、お体に気をつけて頑張ってくださいねっていただきました。ありがとうございます。しがないサラリーマンって言うけどさ、やっぱり子供3人育ててるって時点で俺はもう尊敬しちゃうね。いやすごいよこれは。だって小型ロンチ2人じゃん。うん、うちも2人だけどさ、もう超大変じゃない？2人でも相当大変だよね。いや3人だよ、もうどうするねえ、もう1人増えたらどうする？いやーもうだって、2人だったらさ、まあ親は2人だからさ、まあなんとかさなる時あんじゃん。そう、マンツーマンがいけるからね。そうそうそう、もうマンツーマン効かないからね3人って。そうそう、そんな大変の中寄付してくれたんだっていうのが、なんかちょっと申し訳なくなってきちゃって、なんかいやもう本当ありがたいの一言しかないんだけどさ、そんな大変な中っていう。なんかね、カンさんはもうすごいいつもコメントも前からくれるし、いろいろ聞いてくれてるしっていう、うん、嬉しいです ね。もう本当心からのもうありがとうを言いたいです。いや本当に改めて、うん、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、60過ぎの梅爺さんからいただきました。はい、通勤中に車で Spotify で聞いています。伊豆半島に在住しているものです。大人の近代史を聞くようになって、歴史に対する興味が大変大きくなった年寄りです。通勤中に黒船が現れた下田港の横の道路を通りながら、吉田松陰の話をお聞きし、ペリーが来航してわずか10年で開国まで持っていった人物たちの活躍、活動力の話に感銘を受けました。ただ、小形郎さんの芸能人の例え話、かっこ、岩倉使節団のエグザイルなど、はちょっとついていけないこともあってすみません。長丸さんのツッコミで納得しているような状況です。これからもお二人のゆるく楽しく優しいお話が続くことを期待しています。ちなみに今日の下田港も晴れて静かでした。でいただきました。ありがとうございます。いや下田はね、行ってみたいよね。ちょっとおときんのさ、その番外編的な部分で。ああ確かにね。てか俺大学ん頃毎年下田行ってたよ。あ、パラ？あ、そう、パラグライダーもやってたから、毎年っていうかもう結構頻繁に行ってたよ。そうなんだ。じゃあもうね、フェリーロードも超行きまくってるわけか。フェリーロードもなんか、あそこ黒船ホテルの温泉とかも何回も行ってるし。あ、そうなの？じゃあもうなんだ、ペリー通なんじゃん。いや、ペリー通じゃねえよ、そんな。いや、だから、伊豆は本当に好きだよ。まあなんか、伊豆はね、いいとこだよね、本当に。うんうん。観光地としてもそうだし、なんかやっぱあの自然の多さもいいしね。ねえ、いいよね。うん。ちょっとね、うちらも二人で行ってみたいね。ああ、確かに行ってみたい。うん。この例え話、エグザイルなどちょっとついていけないこともあってって、なんかこれは申し訳ないなっていう。あの岩倉使節団ってほら初回じゃん。エグザイルも初回に言ったと思うけど、うん、まあ初回のノリだね。いやーでもこれ長諸さんのツッコミで納得しているような状況ですって。これね、まさにね、大人の近代史をさ、こう一言で集約してるような感じがするんだよね。なんだよそれ。いや、なんか長諸のそのツッコミでこうやっとあーって理解してるような状況があるってことで。
いや俺ちょっとエグザイルの時なんて言ったかちゃんと覚えてないけど、なんかそんなに俺いいコメントは出せなかった気はするけどね。あれでしょ、ジェネレーションズとさエグザイルの話だよね。ああ、そうそうそう、いやなんか気の利いたこと確か言ってたよ。あ、本当、ちょっともううろ覚えっていうか、だってなんだかんだもう2年近く前だもんね、それも。あ、そうだね、なんなら1回目ちょっと撮り直してるからね。あ、そっか。で、同じこと言ってんだっけ？若干変えてるんでね。あ、そう。そうそうそう。まあ、というわけで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、タコスケさんからいただきました。はい。カナダで駆け出し靴職人をしているタコスケと申します。いつも靴を作りながら、お二人の柔らかな掛け合いを楽しんでおります。放送で紹介されていた番組のウェブサイトからささやかながら応援させていただきました。決して今円安だから実行したというわけではなく、これからもゆるゆると長く続けていただきたいと思ったことからの応援です。取材のためでも美味しいものを食べるためでもお好きなように使っていただければ嬉しいです。これからも大人の近代史を応援していきますっていただきました。ありがとうございます。いやーね、そんなね、海外から送ってもらえるなんてちょっと嬉しいよね。嬉しいっていうか、タコスケさんってもう序盤の頃からさ聞いてくれててさ、うん、あれでしょ、ジャノメアの時にさ、うんうん、あのジャノメアなんか行ったことあるっていうようなコメントをいただいたじゃん。ああ、あったね。そう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 。いやだからもうそれからさ、もうずっと聞いててくれたんだって思ったら嬉しいね。いやーね、なんかほんとそういうの嬉しいよね。だってもう何年単位で聞いてくれてるわけじゃん、それって。そうだよ、もうだって最初の頃じゃんね。じゃあ飲めやか、懐かしいね。うん、懐かしい。いや、タコスケさんってこれ来た時にうわー、うん、懐かしいと思って、しかもさ、カナダで駆け出し靴職人をしているっていう始まりになったのよ。ああ。これ、最初の時って、カナダで靴職人見習いをしているタコスケと申しますっていう出だしだったから。ああ、じゃあちょっと、あれなんだ。ねえ、あれ？これはもしかして、もう見習いじゃなくなったのかなと思って。まあ、やっぱりね、海外でこう頑張ってるっていうことなんだろうね、きっと。ねえ、そしたらなんかすごい嬉しくなっちゃって。ねえ、俺らもちょっとね、見習いからね、駆け出しにちょっと行かないとね、そろそろ。そうだね。いやー、なんかそんな中さ、でも、大変なね、なんかさ、いや、本当になんか寄付してもらって、なんか申し訳ないなって思っちゃうね、本当に。いや、絶対本人も大変だろうにね。ねえ。いや、なんかもう本当に機会があれば、靴買います。なんか言っていただければ。ねえ、なんか、どんなものか見てみたいよね。うん。超高級靴だったらちょっと俺買えないかもしんない。どうしよう。すごい。でも、やっぱりオーダーメイドだから、きっと。うん。まあ、それなりには、量産してる靴とはまた違うでしょ。まあ結構いい靴なんじゃないの、やっぱり。多分そうだよね。うん。まあぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、第2のまさかりさんからいただきました。はい。インスタやってらっしゃったのですね、皆さんご存知なさそうでしたっていただきました。ありがとうございます。そうです、やってるんですっていうかね、小畑太郎がどんどん積極的に SNS はやろうっていう方針だからね。やろうって初めて見たもののあんまり更新してないんだよね。インスタはさ、やっぱ画像だからなかなか、まあうちらがそんなにさ、こうどっか行って何かやるのって番外編ぐらいだからさ、二人一緒に何かやるっていうのは少ないよね、そう考えると。まあね、ちょっと俺今インスタ見てみたの。うん。でもそれでもさ、何もほぼしてないんだけどさ、うん、フォロワー12人だって。そんなにいつの間にいるんだ。
いや俺ゼロじゃないんだって。いやなんか逆にこれでなんかフォローしてくれた人すごい、逆にありがとうございますって感じだけど。え、インスタって多分あれだよね、ブログからじゃないといけないよね。今概要欄つけてないっしょ。あ、嘘、つけてないか。あ、じゃあつけとくか。今さら。そう、大人はね、ちょっとね、もう本当に自転車操業で2人だけでしかやってないから、うん、正直ね、その音声配信だけで、これはね、どのポッドキャスターもそうなのかもしれないけど、結構いっぱいいっぱいなんだよね。まあ、小賀太郎はね、編集からさ、もう全部音金のさ、すべてをやってると言っても過言じゃないじゃん。俺ただ喋ってるだけだからさ。そんなことない。中丸だって、ホームページとかいろいろ頑張ってんじゃん。いや、結果小賀太郎だからさ、そこも。いやいや、本当になんか、なかなかね、全然 SNS もうまくなくて、こう、歯がゆいところが、大人の皆さん思ってるかもしんないんですけども、これから頑張っていきたいと思います。ね、ちょっともうちょっと更新できたらね、更新しますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして、バツイチ大人2号さんからいただきました。はい、長丸&小賀太郎さん、はじめまして、58歳の大人です。毎回楽しみに、どんな容姿のお二人なんだろうと想像しながら聞いています。79回の日本にとっての大東亜戦争の回で、小賀太郎さんが、これね、小賀太郎さんって書いてあるんですけど、おそらく長丸です、これはね。多分。いやいやいや、小賀太郎って書いてあったら小賀太郎だから何言ってんの。一応読むけど、そのまま。うん、が、今の平和な日本に対する思いを述べておられる言葉が非常に心に残っています。小賀太郎さんの思いを強く感じました。また、回転の回では、ハワイの USS アリゾナメモリアルに展示されている回転の残骸を見た時のことを思い出しました。小さなエンジンのついたそれは、陳列されていた他のものとは破格の大きさの魚雷でした。やけに出入り口のハッチが小さく見え、親兄弟のためとはいえ、どんな思いでこの狭い鉄の塊に入って出撃していったのだろうと思うと、胸が締め付けられる思いでした。個人的な興味で大西洋艦隊という組織が気になります。戦地へ向かう時のプロパガンダのために作られた組織なのでしょうか。当時この組織に抵抗した勢力とかも気になります。毎回楽しみに聞かせていただいています。これからもお仕事、ご家庭の負担にならない範囲で続けていただければと思います。でいただきました。ありがとうございます。まああれだよね、大東亜戦争の回で、こう、小賀太郎がさ、こう、日本のためにっていうのをすごい言ってたの、俺は印象にあるからさ、小賀太郎のことだと思うよ。それ、フリじゃん、もう。俺さ、これ聞き出したけど、俺、多分、ほぼほぼ言ってないから。あれ、でも、編集前は、編集前。言ってなかったっけ？いや、言ってない、言ってない。なんなんだ、それ。あれてか、むしろ編集前をなんで聞いてるんです、その前。まあ、それはそうなんだけど。まあ、違うよ。ちょっとしたことでも、小賀太郎が、なんか、同意した、なんか、セリフとか、なんか、そういうので、そう感じたのかもしれないじゃん。まあ、そこはわかんないけどさ。いやいや、でも、これはやっぱりさ、もう、すごい対策だよね。日本にとっての大東亜戦争の会話。え、そう？やっぱ印象に残る。今までのこの2年間、ここに集約されてるんじゃないかっていうぐらいのね。まあ戦争の話多いしね、そもそもだけど。まあそうだね。うん。小賀太郎がね、脚本から全部考えたね、ストーリーだから、俺はただそれに乗っかっただけだし。嘘だろ。俺何にも知らなかったわ。統一教会からの大東亜戦争だからね。確かに。いや、すごかったわ。
で、これ回転をさ、ハワイで見たんだね。ああ、あるんだね。ちょっと俺はハワイは行ったことないからわかんないけど。まあでも、なんかそういうさ、ハワイって真珠湾とかのさ、やっぱそういう展示とかもあるから、もしかしたらそこでなんか残骸じゃないけどあるのかもしんないね。うん、ねえ、あ、もう真珠湾の時に回転って使われてたのかな？いや、多分使ってないけど、あ、回転はもっと後期だから。だってそもそもやっぱ日本がさ、勝ってる時に自爆攻撃はしないっしょ。ああ、そうだよね。うん。だから多分あれじゃない？太平洋のどっかで拾ってきたんだかわかんないけど、それが展示したるんじゃない？ああ、そっか。うん。確かうちらもね、見たよね。靖国神社の中のとこで見たんだよね。あ、優秀館ね。うん。まああれ、本当に、あ、ミサイル、魚雷だけどさ、まあ、魚雷にこう、乗れるっていうぐらいの本当大きさじゃん。うんうん。でも俺思ったよりやっぱり大きいなと思った。俺も思って大きいなと思ったもん。